あの、まあ、うちの MC の佐々木がね、真由澄くんにボコボコにされてたので協力のさなかそれに免じて喜んでいいのか悪いのか分かんないじゃあ佐々木をボコれば結果的に八代さんをギャフンと言わせられるってこと？そういう攻略おかしくねあれおかしくねそんなんだあの攻略本みたいな裏本みたいな私負ければいいのかダメだよそれはじゃあみんなで写真撮るやよあばらばらお疲れ載せばいいこれゆいがしゃがんでよし撮るよ帽子あるからねこれはい、はい